この件ほかありますでしょうか。ありませんでしょうか。そうしましたらまだ時間もあるようですので、ほかの件で何か質問なるしはありますでしょうか。毎日もの樋口です。前回の記者会議の質問とかぶってしまう部分もあるんですが、それからちょっと日にちが経ったようにもう一回確認させてください。西工場の関係なんですが、市営存続を決めたトップご自身が、食事されるという判断があってですね、その後の、市側の条例の準備とかですね、そういったことも勘案して、県としてですね、何かその支障が出たりとかですね、困ったことになる、なっている、もしくはなるだろうとかですね、そういったことっていうのは予想は、予想というか、そういったことっていうのは起こらないのでしょうか、もしくは起きていないのでしょうか。そうですね、現時点ではにわかに起こっているわけではありませんけれども、私もちょっと調べてみてですね、例えば、市営空港っていうのをやめてやっぱりヘリポートにしますということになると、その例の南道路の着工の期限がありますので、それとの関係で来年度の当初からですね、ヘリポート化の調査設計を始めないと時間的に非常にタイトになってくるという問題がありますね。その意味では早々にですね、決める必要はあるということは言えると思います。それは早々に広島市の方で、もう少し踏み込んだ、結論でですね、方策を示してもらわないと困るということです。踏み込んだというか意思決定というか、市交側の意思決定というのがされていると思うんですね。で、あとは議会を通してということだと思うんですけども、そのプロセスなり、あるいはその新市長がそれを変えるということであれば、それについてはもう、選挙を直後早々にやっていただかないと、その南道路との関係で、非常にこうスケジュールがタイトになってしまうということがあると思いますね。ありがとうございました。西飛行場について何かありますか。この他の問題でありますでしょうか。すみません、広島テレビの長宗です。一部メディアさんで、ドクターヘリの話がですね、2013年度、メドに運用しようという検討を、始められているという話が出てましたけれども、これに関して、そういう話であるとすればですね、その狙い意義について教えていただきたいと思うんですけれども、ドクターヘリについては、ずっとその検討しておりましたので、その論点としてはですね、いわゆるその消防ヘリをですね、防災ヘリを利用する場合には比較的低コストで済むというメリットがあると。で、他方でドクターヘリ専任にすると岡山とか その現状と比較をするとですね、出動回数が増えると。それはおそらくいろんな形で出動要請をしやすくなるということなんだと思うんですけれども、そういったことで、利用が増えるということがありますね。で、当然その搬送時間も短くなるというメリットがあります。他方で、コストがかかるということであると思います。で、もちろん救急のヘリの出動要請が増えることが全ていいということではなくてですね、そこには当然それによって、救われるものっていうのも増えるかもしれないし、無駄な出動っていうのが増えるという可能性もあるということなんですけども、
まあ、その辺を総合的に勘案してですね、最終的にどうするかっていうのはこの予算のプロセスの中で最終的に決めていきたいというふうに思っています。この件ありますか？他の件で何か質問ある人は？オームテレビの下岡堂です。はい、最近話題と言いますとですね、数日前から伊達直人、いわゆるタイガーマスク的なですね、はいはい、足長おじさんの事例が全国で見られて、はいはい、まあ、広島県でもというふうにちょっとコミュニティを挟んでるんですけども、はい、広島でもあったんですよ。はい、ちょっと、はい、実は確認しているんですけれども、はい、県内でそういう動きがあったことについて、はい、まあ、どのように感じられていますかね。いや、まあ、なんていうか、非常にありがたいことだと思いますね。まあ、こういったことで、そういう、なんていうか、まあ、支援をね、必要とされている方々に対して、まあ、行政だけではなくて市民が直接手を差し伸べていくということは、まあ、非常に、行政の目から見るとありがたいと思いますし、社会としてもね、そういう報告が望ましいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただ一過性で終わったりとか、まあ、早いスタイリーになっちゃうとね、ちょっと、まあ、いろんな課題がまたあると思いますので、そうならないように本当は定着をしてくれるといいなと思いますけど。この件ありますか？他にこの件以外で質問などしはありますか？他は特に質問はありませんか？すいません、ちょっと時間早いですけど、これで終わります。どうもありがとうございました。